さあ始まりました、うらやまチャンネル。こんばんは、まゆです。早速ですが、今回の企画は浦和レッズあるあるを発表していきたいと思います。今回インスタやツイッターで浦和レッズあるあるを募集した中で、特に私の中で印象的だったものや面白いと思ったものを発表していきたいと思います。それでは参りましょう。浦和レッズあるあるはこちら。まずは学校編です。年号を背番号で覚えがち。これはもう学生の頃に私はよくやっていました。あと黒板の右側に日直とか書いてあると思うんですけど、そこに書いてある今日の日付、今日は誰と誰だ、いいコンビだなと思っておりました。では次行きます。負けた次の日、学校でいじられる。これは多分男の子あるあるでしょうね。もう負けた次の日はテンションがだだ下がりなので、何を話しかけられてもやる気が起きないですよね。続いて多かったあるあるです。他のチームに移籍した選手に恩返しゴールを決められる。はい、これはあるあるですね。今シーズンだとあの牧野選手にゴール決められましたね。もう本当にどこまで持ってる選手なんだろうと思いました。浦和からアウトした選手にお願いです。他のチームで活躍するのはいいんですが、浦和レッズ戦は活躍しないでください。お願いします。では続いていきます。赤色カラーの服や靴などついつい買ってしまう。このあるあるはですね、一番と言っていいほど多かったです。私ももともと赤は好きだったんですが、レッズを好きになってからやはりちょっと赤に敏感というか、街歩いててすれ違う方とかでも赤いものを身につけてたら結構レッズファンなのかなって思っちゃいますね。はい、では次いきます。リーグで調子悪いと ACL では調子がいい。もうこれはレッズの長年の悩みですね。2017年 ACL 優勝した時も、なんでこんな調子がいいのにリーグ戦で勝てないんだろうっていうのは誰しもが思いましたね。逆に2019年 ACL 決勝に行った時も、なんでこんなリーグ戦で調子悪いのに ACL が勝てるんだろうっていうふうに思ってました。やはり相性とかがあるんでしょうかね。リーグ戦優勝、 ACL 優勝が見たいです。あとこれも多かったです。開幕戦と最終節負けがち連敗続きのチームに負けがち。なんででしょうかね。2007年も最後最下位の横浜 FC に負けました。さらに今シーズン J2 から上がってきた京都にも負けました。リーグ戦を優勝するにはこの流れはいつか払拭しないといけないと思いますので、それを願っています。続いては個人的に共感したあるあるです。試合開始直後の、しゅうちゃんのパントキックボール入れをニヤニヤしながら見がち。これはですね、ちょっとわからない方のためにも説明をさせていただくんですけど、ウォーミングアップが終わった後、アップで使っていたボールをコーチが、持ってるボールケースにピンポイントでパッと入れるんですよ。西川選手のパントキックの精度がどれだけすごいのかがもう目の前で見られるので、まだスタジアムに足を運んだことがない方いらっしゃいましたら、ぜひ見てみてください。では次いきます。大差で勝利を見た日は、浦和美園駅までの長い道のりも足取りが軽やかになります。もうこれはレッズだけじゃなくて皆さんそうだと思うんですが、みんなで、勝利の余韻に浸りながら、いや今日あの選手良かったねとか、他の会場の試合の結果を見ているうちに、あっという間に、駅に着けますよね。ただ、
試合に負けてしまった日は、あの暗い道のりが長く感じますよね。できれば毎回楽しい気分で帰りたいところです。では次いきます。アジアの地名や位置にものすごく詳しい。あ、これもわかります。私もレッツが ACL に出場するまではウルサンとかチェジュとか全然知りませんでした。まあ ACL もそうですけど、 J リーグ自体が全国にあるので J リーグサポーターは都道府県だったり県庁所在地が詳しくなりますよね。私も地図が苦手だったんですが、サッカーのおかげで日本地図覚えることができました。やった。では次いきます。車のナンバーや居酒屋の靴箱の番号、レッツ選手のナンバーに例えがち。もうこれはあるあるですね。居酒屋もそうですけど、例えばコインロッカーとか番号がついてるものにはついつい反応しちゃいますよね。開いてないととっても悔しいですよね。わかります。続いては、タサポさんからいただいたあるあるです。アウェーなのにホームより声でかいのやめてほしい。たまにダゾーンとかで見てて、あれ？これレッツのホームだっけ？って思うくらい、もうレッツのちゃんとがしっかり聞こえていて、どっちのホームだか、わからなくなるときよくあります。それだけ浦和レッツのサポーターさんは熱いということで、勘弁してください。次行きます。初めての試合がレッツ戦。ブーイングの大きさに驚きました。私も初めてサイスターに行った時はあのブーイングのデカさに驚きました。海外サッカーだとブーイングって結構ある印象だったんですけど、J リーグだとそこまでブーイングが出ない印象が正直あったんですけど、浦和レッズの試合見に行った時にブーイングがとても大きくて最初はちょっと怖かったです。テレビだとなかなか伝わらない部分もあって、実際に足を運んでみると本当に胸に響くというか、直に響いて、体に響いてくるので、ぜひ、サイスタに足を運んでみてください。続いて、最後、女子サポーターの肩身が狭すぎ。これは J リーグ特に、レッツ女子あるあるだと思います。レッツは、熱狂的なところが魅力の一つでありますが、熱すぎてですね、女性サポーターがちょっと入りにくい感じがありますよね。サポーターになること、浦和レッズを応援するということに、年齢やサポーター歴などは関係ないと思いますので、女性の皆さん、ぜひ一緒にスタジアムで応援しましょう。いかがだったでしょうか？他にもたくさんの応募ありがとうございました。今回動画に入りきらなかったあるあるについてはまた機会があったら動画に行きたいと思いますので、コメント欄や動画の感想にぜひ皆さんのあるあるありましたら投稿してください。今日の動画はこれでおしまいです。